学生にこれができなかったんですね、はい、川村選手は、はい、逆に大阪スリーポイントを狙ってくる、来ました大阪、中村がボールを運んでいます。そしてこの位置からのスリーポイント来ました。リバウンドを拾った大阪、今度はこの位置からのスリーポイントが来ました。そのニュービルがフェイント内、ここで中を使ってジャレット・スタッツのバースデーダンクるということです。で狙ってきました、伊藤アタックしましたよね、ディフェンス見ながら、はい、ハレルソンのスリーポイント、柏木がいます。そして大阪ダンオーバーからボールを持っていってダンクショット決めた、ギャレット・スタッツのバースデーダンク。橋本から伊藤、伊藤、いや伊藤が決めたの修正をしっかりしてきた感じがしますね。そうですね。そしてスリーポイントを決めたと、これもいい動きを見せました。中村通るか、いやこれはしかしハレルソンが見ていました。ちょっと今のも甘い感じの攻めになってましたね。パスがちょっと甘いですね、はい、そしてドンリースリーポイント、あのデータ、そうですね、はい、相手チームがスリーポイント10本取り入れるとという、で速いパス回しから伊藤が運んで毛字の外へニュービルが持っていく、これは強い、ちょっと5秒、外へ、ここからのシュートはスリーポイント、これで11本目ですね。